はい、皆さんこんにちは。日本ジャックです。みんな、今回は小さい手チャレンジ。イエーイ。この手でいろんなことやってみます。日本ジャック。こんな手持ってたらあなたは絶対赤ちゃんですね。はい、これは2歳の手だと思います。じゃあ最初は箱に蓋をします。決めてきましたOK、バイバイボックス。難しかったな。じゃあ次はサングラスをつけます。はい、サングラスつけてきましたぜ。イエーイ。バナナを剥きます。OK、はい、バナナですね。どうやってこれ剥くの？僕どうやってこれやるの？あ、む、ふん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 、ポポ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 ンポン。Okay. できましたぜ。No! うん、僕のバナナ。じゃあ拭きますね。はい、みんな、剥いて、剥きましたね。OK。はい、じゃあティッシュで拭いてみます。はい、じゃあ吹いてこないから僕の自分の口で吹きます。何してんだよ。できた。 OK、 じゃあ手を吹きます。バンバン、よっしゃ。 OK、 バイバイ。じゃあ次は脳の手術をやります。それ何？おお、おお。おも、おも、あお。やんないと感謝が死にます。
Angra China. Oh, Isha. Okay. Okay, another one. Another basket. No. Oh. Hi, 感謝しました. おやすみ. バイバイ, 患者. ごめん、僕の小さい手のせいだよ。 僕の小さい手、なぜ? じゃあ次はプレゼントを進んでみます。 僕はこれどうやってやるのか、もう自分の手でどうやってかわかんないから、 僕はもうこれでもう負けちゃうじゃん。 ほっほっほ、僕強いじゃん。 NO! No! あ、わかった。 No! はーい、もう無理です。 はい、これは無理でした。 はーい、 誕生日おめでとう。はは、もう少しでできたのに。じゃ、犬を描いてみます。なぜキャップをつけてるの？ よっしゃ、で僕の名前聞きます。オッケー、よし、できたぜ。ほら、できたじゃん。じゃじゃん、じゃじゃん。 紙? 紙で何をするの? 紙飛行機を折って飛ばします。 OK、半分に割れ。 紙飛行機どうやって作るのか忘れちゃった。 はいはいはい。 はい。 それでこっちの。 痛い。オッケー、それでこっちの方も同じようにして、はい、なんかこんなようで。オッケー、おー、フィクトちゃん。オッケー、はい、じゃあ紙飛行機作ってきました。じゃあ飛んでいきます。 イエーイ、飛んだ。ボンボンボン。イエーイ。じゃあ最後に口紅をつけてみます。これ壊れたらお母さん本当に怒りますよ。どうやってこれ使うのか分かりません。
Okay. Hi. つけてきましたね。どう？僕見えないからね。これどんな感じかわかりませんです。これどう？コメントで書いてね。みんな小さい手使うのめっちゃ難しかったけど、本当に面白かったよ。本当にこれ好きだよ。だからみんな、あなたもなんか自分の家でなんかこんな小さい手あったら友達とかにこんなチャレンジとかやってみてくださいね。はじめさん、この動画面白かったね。はじめさん、登録してください。あと、高評価お願いします。はじめさん、さよなら、チャックラブ日本、チャック、日本、チャック、日本、日本、日本、チャック僕の口ちょっと変な感じするなぁ。